おー、みんなおはようございます。今日はですね、実家に帰ってきて2日目なんだけど、ちょっとね、お母さんとお兄ちゃんと一緒に、神社だっけ、三峯神社っていうところに、ね、行きたいと思います。三峯神社に行って何するんだっけ。三峯神社に行って、全身を、浄化してもらいます。お、だそうですなんかね、お風呂とかに使ってね、こう体とか心の汚れを取るらしい。うちの母ちゃんはスピリチュアルなことが大好きですすごいね、変な宗教に騙されちゃいそうだよね騙されたこともあるんだっけ今は大丈夫ですね。でもね、すごい大雨なんだよね。大雨はね、神様がね、歓迎してくれてるらしい。そう、嬉しい涙、嬉しい涙、嬉しい涙知らぬ人にそうです。ちょっとね、行ってきたいと思います。なんかさ、格好さ、あのドラゴンボールの人にディスりよ。こっちしても立派ですよ。これ三角形になるから小がり。スタジオジャムは乗ったの？絶対違ったんだけど、その会社の。もったいないね、開けちゃうのが。でメルカリで売れるんじゃないの？多分あれでメルカリでさ、絶対欲しいっていう人は1万円ぐらいでさ、売れるんじゃない？すごい。え、誰もいないじゃん。え、ちょっと。ありがとうございます。うわ、霧だすごい霧だこれからどれくらい歩くの。いかんいっぱい歩いて神社を目指します。よいしょ。